はい、こんにちは、かおるこです。今日はですね、大きな決断をするときにするメソッドです。大きな決断なんでしょうね。人生の転機のようなものかな。私の転機はですね、ウィンクの寂しい熱帯魚を振り付けした時でした。その当時ですね、バブルの初期だったんで、みんなはこう努力をして頑張れば成功できるという時代でした。で、私はですね、自分の話なんですけど、すいません、水商売のバイトしてましてですね、でレッスンは2つ、昼に2つ、夜水商売、このルーティン、その間にイベント出たりとか、まあ、ダンサーの仕事したりして、で必ず努力したものが絶対成功できるんだみたいな時代だったんですけど、ウィンクをひょんなことから振り付けすることになりまして、その時やっぱこういうことで、この首が合わないわけですよね。では首も合わないんだとかって思ったんですけど、ここでこの当時、時代が、まあ、みんな頑張ればいいっていう時にですね、ウィンクのこのこういう首合わないぐらいが本当にこう癒されるっていうか、ホッとするっていうことで、皆さんに大変気に入っていただき、大ヒットになってしまいました。この時に感じたんですけど、まずその自分の自我を捨てる、時代を受け取る、それからウィンクという人たちを受け取る。例えば CM だったら商品を受け取るとか、はい、監督さんの言ってることを受け取る。他にも決断をする時っていろんなことを受け取るじゃないですか。自分一人の考えじゃないですよね。ただ迷わせるようなことじゃなくて、本当に今のこの日本に今生きてるとか、世界の情勢こうなってるとか、それからこの場を受け取るですよね。この場を受け取る、そこにいる相手を受け取る、受け取ることが私できてないなと思ったんですよ。自分はこうやれば成功できるっていうのがあったけど、やっぱウィンク受け取れてないし、時代はですねバブルだから、でもみんなと同じようにすごい頑張ったとしても、これ受け取ってることになるのかなって思ったわけです。それはなぜならば、音楽トントントンってビートがあるじゃないですか。なんとかかんとかって音楽があって、こういうふうにビートありますよね。これ時代のビートに私乗れてないって気づいたんですよ。これは本当に踊りってすごい大事で、ビートに乗って、音楽の方が正しいから、これ外れてたら絶対こっちが外れてるじゃない。それと同じで、やっぱ地球の流れとか時代の流れがあって、そこの中で生きているってことを感じる。それを感じた時に、あ、なるほどってひらめいて、まあ、首がまあ合ってないのはちょっと置いといたとしても、あ、こういう人たちがすごく大切なんだなっていうふうには分かりました。で、振り付けさせていただいて、でその当時はピンクレディっていう振り付け大好きだったんですけど、揃って振り付けしてたから、私の考えね、これ小さい頃から思ってるんだけど、その人自体の魅力を生かすっていうことをやりたいなってずっと思ってたんで、サッチにはこういう振り付けで、翔子ちゃんにはこういう振り付けなんですけど、全然違う風に振り付けしました。似てたんですけどね、2人でも個性は全く違うと思って、違う振り付けを入れながら、こういう風にこう同じとこですね、これも入れましたっていうところで、振り付けさせていただいた時に自分の人生の大転機になったんですね。レコード大賞を取り、飛ぶ鳥を落とす勢いになり、人生の転機に必要なメソッド、長い方です。ちょっとやってみたいと思います。じゃあどうやって受け取るのかとか、どうやって自分の固定概念をなくすかっていうの、そういうメソッドです。はい、じゃあ足を肩幅にして、鼻から吸って、で口から吐きます。これ水のメソッドっていう、自分の足の下に水があるイメージで今呼吸してます。例えば湖とか海とかで、鼻から吸って口から吐いて、でだんだん足首と膝を緩めてきます。力を抜いて、で鼻から吸って口から吐いたまま、左右に少しずつ、水の上なので本当にゆっくり左右に行きますね。もう足の裏にすごい集中してます。足の裏、足の裏、鼻から吸って口から吐いて、はい、で水の音をぜひかけてください。水の音をかけながら、今度は鼻から息吸いながら手を上げてます。で口から吐きながら、当てって降りるんだって、自分の手、この今手首がこうダランとなってるじゃないですか。これすごい大事。このダランとなったまま、当てってあるんだみたいな感じで、口から吐いて、下に力を抜いて、で鼻から吸って、またこのこのこのこれね、
1,2,3,4個関節があるから、ああ関節があるんだって感じで、また力抜いてたらこんな感じです。とにかく今口から開いていますね。で鼻から吸って、この関節4つ、手首と肘と4つあるのをイメージして、また吐いて、ふう、そうこうしているうちに今足首とか膝とかみんな力抜けてきます。でいろんな関節の力抜いてます。だ本当はこのメソッドやる前にジョイントコントロールっていう関節をほぐすメソッドをやった方がいいんですけど、今水のメソッドだけやってます。でね、こういうふうに体感じながら呼吸して、バックに今水の音流れてます。そうすると変な字がなくなってくるんですよ。この自我をなくすっていうのがすごい大事なんです。体に集中して、鼻から吸って口から吐いてっていう感じで力を抜く。でこれをですね、まあ、水の音をかけながら、うちのスタジオですともう5分から8分やってます。終わってこう一回自分の体感じるんですね。鼻から吸って口から吐いて、そうすると余計な考え一切なくなってます。この考えがなくなるっていう時に固定概念がなくなって、受け取るっていうことができるっていうふうに私は思ってます。はい、長くやりたい人はティーシャブルっていう別にちゃんと売ってるものがあるので、どうぞよろしくお願いします。はい、ではウィンクのお話とともに固定概念を外して大きな決断を下すメソッドでした。やってみてください。